こんにちは。時刻は13時30分を回りました。ウェザーニュースライブコーヒータイム、この時間も小牧優衣がお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、冒頭は手洗い動画をご覧いただきました。効果的な手の洗い方、現在ですねご覧いただいておりますが、もうこの時期になると手を洗った後、すすいだ後は消毒はもちろんなんですけれど、保湿も欠かせませんね。もちろんしっかり指の間、手の腹、付け根などをしっかりと洗っていただきたいんですけれども、この後ですよね、はい、乾燥対策もぜひね進めていただければと思います。はい、そしてしっかり手を洗ったらお待ちかねランチのお時間です。皆様からのランチレポートをご紹介していきます。今日はまずこちらからです。埼玉県比企郡鳩山町からいただきました。リポーター名よしひささんでやってます。昨日に比べ今日は朝から曇り空、気温が上がらず肌寒いです。本日は世界パスタデー、毎日パスタ食べているんですが、お昼はブッダネスカ作りました。オリーブとケイパが大人味、今夜から雨予報なので夜勤に向けて少し寝ます、といただいております。ありがとうございます。どこかのレストランかなと思ったらご自身で作ったパスタ、美味しそう。色合いがまずおしゃれですね。ブッダネスカっていうパスタ、どんな味なんだろう。オリーブとケイパ、オリーブ私大好きです。トマト味のパスタなんでしょうかね。ちょっと辛みもあるのかな、トマトペースト。ブッダネスカ、ちょっと調べていいですか。ごめんなさい、知識不足で。何それ、ブッダネスカ、なんともおしゃれなもの。イタリア料理のパスタ料理の一つ。あれ、イタリアの気分を感じられますね。あれれれれ、美味しそう。やっぱりトマト味のねパスタなんですね。プッタネスカ、アンチョビやオリーブ、ケッパーの塩味や唐辛子の辛みを効かせた刺激的なナポリの名物パスタなんだそうです。美味しそう。ナポリですね、ナポリの風感じたいですね。そんなイタリアには650種類ものパスタがあるんだそうです、で調べたらですね、毎年のように新しいあの種類のパスタが発表されているんだそうです。すごいですねイタリアって。はい、美味しく召し上がってください。リポートありがとうございます。はい、ナポリの風、何言ってるのって言われちゃった。いいじゃないですか、感じたいですよね日本でも。はい、続いて見ていきましょう。お次は広島県府中市です。リポーター名まいち24号さん、ランチリポート。今日のランチは雨が降ってて肌寒かったのでシチューを食べました。お肉とじゃがいもと玉ねぎ、そしてコーンが入っててとても温まったし美味しかったです、といただいております。あー、シチューいいですね。この時期は食べたくなります。皆さんシチューはもう召し上がりましたか。私はもうお鍋は何回か食べているんですけれど、シチューはまだ作ってないですね。もう昨日の夕飯召し上がった。食べたよ、今年はまだかなとコメントいただいてます。いいですよね、温まりますよね。あー、シチューとご飯、一緒に食べますね。かけはしないですけれど食べます。はい、そうですよね。もうシチューだけっていう方もいらっしゃいますし、またはねシチューとパンを合わせるっていう方も堂々とかける。いいじゃないですか、いいと思いますよ。絶対パンだわっていう方も今コメントでいらっしゃいました。ご飯を投入、でもあれですよね、学校給食でシチューの日はギンギンのご飯出てたし、それをこうご飯をシチューに入れている男の子たちいましたよ。はい、男子の皆さんはみんなご飯に入れてましたよ。私の記憶では少なくとも。はい、美味しくね、温かいものも召し上がっていただければと思います。あ、パンだったっけ、ごめんなさい、記憶を今ちょっとすり替えちゃったかもしれない。今コメントで見て、あれ、ごめんなさい、パンだったかもしれないな。ちょっとそこら辺聞いてみます。はい、なんか誰かに。パンだったかもしれないな、ごめんなさい、嘘言っちゃったかも。はい、続いて見ていきましょう。お次は埼玉県所沢市です。リポーター名トントロは飲み物ダムさんっていうこと。ちょっと待って。やめて、ピンピンやめてください。ちょっと待って、トントロ、トントロは焼肉でしょ。飲み物ダムって。
強烈だな。はい、でチャーハンってこれ待ってください、コメント見ますね。今日は少し肌寒いですね。お昼ご飯は焼きそばを作りました。ちょっと待って、どういうこと。いや、え、これ焼きそば入ってるんですか、中に。おめそばってことですか。ね、おめそばってことですか、誰か教えてください。トントロさん、え、これ待ってください、ちょっとこれちゃ、チャーハンって書いてるし、よく分かんなくなってきた。え、じゃあ何ですかこれは。焼きそばを作りましたって書いてて、コメントでは焼きそばって書いてて、で、あの写真で見る限りオムライスで、でもチャーハンって文字が書いてて、チャーハン、しかもチャーハン、何なんですかこれは、ね、うん、チャーハン、チャーハンって書いてて、でトントロは飲み物だっておっしゃるんですよね。へえ、めちゃくちゃボケ倒すじゃないですか。え、おむそばですか実は。トリック多すぎるな、これ答えを教えてほしいです。あの紹介したリポートに対して毎日かあのメールを書くんですね。そうなんです、あのメールアドレスを設定していただきますと、あのキャスターからそれぞれ紹介した時にメールを届く、ようになっているんですけれども、今日ねこのトントロさんがメールアドレスを登録してくださっているように今願っています。答えを聞いてみたい。あのしつこく突っ込みます。どういうことですかって。はい、はい、そうね、チャーハンとはどういうことですかって、トントロは食べ物ですよって。はい、やりたいと思います。あ、そうなんですよね、リポート紹介されたのにあれメールが来ないなという方はアドレスが登録されていないかもしれませんね。ぜひ登録もしてみてください。うん、そうなんですよ、うん、私はむしろメールを返したい方なので、返したいので、ぜひ登録していただければ嬉しいなと思います。はい、ちょっと笑いすぎました。ランチリポートをご紹介していきました。今日もたくさんありがとうございました。